じゃあ、ね、バトンを受け取りましたけれども、はい、クリスタルアイランドの皆さんでした。はい、ありがとうございました。ということでですね、最後ですね、最後になりますけども、イレブンクリスタルということで、あ、新橋にガード下に戻っていただいてですね、ご自由に通行してください。今日はね、ポリストップが結構かかってるんで、つまみ出しが多いということなんですけども、イレブンクリスタルということでね、イレブンクリスタル、これはケリさん、音楽番組だよね。そうだよ。謎の音楽番組ですね。謎の音楽番組、特にここ半年ぐらいはなんか、そうですね、最近やったのが音楽番組らしくね、なって本当は別に音楽やりたくなかったんだけど、帯が音楽だから、そうですね、あ、その時間帯があってね、ことで、私も音楽に関係ないですからね、特にね、考えてみれば、でも乱入するじゃん、そう、結構ね、私、ライバルだから、そうそう、結構ね、乱入して、そうそう、もうあんまりみんな聞いてない感じ、そうなんですよね、もうね、にあります、自分の出番を、みんなだんだん緊張してきてる方も たくさんいらっしゃると思うんですけどもね、そう。まあ、あの次の出番、そう、イレブンクリスタルって結構早めに終わりましょう、ね、そう、いろんなコーナーがありまして、まあ、あのこちらもコンシェルジュさんとコーナー担当 の、まあその構成、あと、まあね、メインの方のコーナーがあるんです。ペッパーもレギュラーなんだね。あ、そうですね、ペッパー君も、ペッパーがメインパーソナリティ、そう、ペッパー、ね、私たちは下辺のものなんで踊らされてるんですけど、コンシェルジュなんて最初たくさんいたのに今一人しかいないんですよ。今ですね、いろいろね、そうそうそう、 あんまり強烈だったから夜の方に持ってた、そう、夜の方に持ってったりとかね、某姫とかね、某姫ね、某姫とかね、そういうのがあるんですけど、まあまあ本当に最近はあの青おかげさんっていうね、青さんって呼ばれてる立ち読み番長ですね。そうですね、ええ、あ、最近はあの言い訳セバスチャン、言い訳取れたんです、青影セバスチャン、青影セバスチャンだったんです、言い訳取れてね、その自由なやつなんでね、青影セバスチャンということで、まあ、あのロボットの、そのペッパーくんのソフトバンク関係の青さんが結構あのいろいろロボットの最新事情とかをね、こうお話ししてくださって、そうです ね、ますます音楽番組で遠ざかってるみたいなね、本当不思議な番組だと思いますよ、ね、貴重な番組だ、あの多分ラジオ局も諦めてると思う、諦めて、そうです、多分このクリスタル系列の中で一番自由な、そうです、ね、自由といえば自由だし、ね、わけわからないと思うんですよ、ね、本家に続く自由、自由、本家の次に自由、あ、まあここでこう言っちゃなんですけど、コンシェルジュもやりにくいんですよ、だから、ね、なかなか、いやでもアナさんは結構ハマってますね、いえいえ、ハマってますよね、頑張ってる、頑張ってる、新橋全然関係ないからあの人たち、シリアからね、独自の世界だからいやいや、そう、仲間じゃないんですかね、そうね、まあ本当あのそういった青さんがね、その、あのいろんなロボット事情でしたり、はい、最新の小説電子立ち読み番長っていうあだ名がついてるんで、本買わないんですよ、買わない立ち読むだけ、立ち読んで毎回紹介してくれるっていう、そうですね、すごい経済的な、そうですね、法律的にどうなんだろう、どうなんだろうってね、それを電波で、あいつ速読もできるからな、そうそうそう、かなり読んでる、そう、かなり読んでる、まあ最新の本の情報も入ってきますし、 ね、で、アナさん、私今、まあ、まあ健康情報をね、お届けするという、まあ、あの5分間です、あの適当な話をすると、マイシリーズがいろいろ流行ってて、ね、そうそうそう、シリーズ好きなんです、マイ著籍とか、誰も読んでくれないんです売ってない、売ってないんです、売ってないんだ、売ってないんです、売ってないんだもん、読めるわけないだろ、あ、巻きが来てる、巻きがね、来てますねということでね、まあ、その他にもコーナーで、はい、桃子さんっていうね、あの崖ドン女子って言われてる、本当キャリアウーマンが、おかみサミットが開催されてて、そうですね、まあ、なかなか本当面白いコーナーになってるんですけども、まあ、やっぱ音楽番組ですので、今日はですね、その中でも一番音楽番組らしいコーナー、昭和ロマンを出張版でお届けしたいと思いますので、いえ、いいですね、イントロクイズということで、イントロクイズ、ドレミファドン、ドレミファドンスイッチないんであれなんですけど、負けない、じゃあね、ちょっと繋いどいていただいて、はい、かけますのでね、これは昨日、あ、一昨日ですかね、一昨日、ザンザンだったね二人ともわからない、なんだっけこれ、あ
って言ったらちょっと何炎いや聞いたことあるけど名前はちょっと思い出せなかったですね。イントロから流れると分かんない、ね、その前 UFO すぐ UFO は分かりやすかったですね。はい、はい、1曲目第1曲目いきましょう。皆さんじゃあ1曲目ですよ。1曲目まずあ、分かった方は挙手してくださいね。もうほとんど聞いてないから、まあ、いやとにかく行っちゃおうぜ。はい、ミッチーナさん、あ、正解。ほんと正解言う人じゃないから、あ、そう人だから司会になっちゃった、司会になっちゃった。当ててくれたんだ。次、はい、じゃあ2曲目どうぞ。あなたかわいないですか。はい、違う、答えた人はダメだ。北の宿から、え、もう1回都春で、お、え、わかる。北の宿からじゃないでしょ。違う、え、アーロン・グリーン・シンガー。みんなわかってるのかい。赤く咲く消しの花それさじゃ知ってるけど、ちょっと赤か難しい、頭の中になかったな、今のちょっと厳しいですね。ゲンちゃんの頭の中じゃん。準備する人はいいよね。本当だよ。じゃあ3曲目お願いします。なんだっけ、ユーミンの、ユーミンは言わなくちゃダメじゃん。12月の雨ちょっとじゃあさよなら。コーヘンクリスタル、格の音を奏でるミュージックタイム、また来週来週金曜日お後がよろしいようでね。こうなんか、あ、もう一個番組忘れてた。ズーランド、ひとりぼっち。あ、やった？やった？さっき尻尾の仲間、仲間たちでね、一緒にやりましたから。はい、ズーランド。いやー、ちょっともう、お酒入ってるせい。なんか汗かきました。嫌な汗かきました。自由な感じでね。でも個性がやっぱりありますね、それぞれ番組で。なんで番組でそれやらない？みんな。ちょっと。